こんにちは、レオです。 iPhone 12 mini こいつね、こいつねiPhone 12 mini めちゃくちゃいいんだけど、まあちょこちょこ最近言ってるんだけど、やっぱりバッテリー問題が気になる人って結構いるみたいです。結構ね、 YouTube でもリサーチしてるし、僕がアップした、iPhone 12 mini の動画とかでも、まあ、バッテリーのこと気にしてコメントしてくる方、してもらえる方結構いますでね、まあ、僕的には何回も言うんですけど、まあ、通常の1日普通に仕事とかに行く時の、まあ、平日の1日ですよね。まあそういった時に、別にバッテリーで困ることがないというか、通勤時間にたくさん使うとしても、まあ、会社行ったら僕は充電できるし、バッテリーが足りなすぎて困ったということはね、今のところはないんですけれども、まあ確かに、まあ、会社で充電できる人ならいいけど、例えばセキュリティの問題とかで会社では出しちゃダメとか、職務規定でね、まあセキュリティだけじゃなくてもね、なんかサボってると思われるから充電しちゃダメとかね、そういう方もいるでしょう。で、そういう方だけじゃなくて、あとはその外でアクティビティをすることが多いとか、キャンプ行くことが多いとか、一日中充電できないような人っていう人もいるでしょう。で、そういった人が iPhone 12 mini、持つ場合に、やっぱり、充電器っていうのは、モバイルバッテリーっていうのはやっぱり必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ僕でさえやっぱり持っていて不安は解消できる部分なので、持っていたいなとは思います。じゃあね、何でもモバイルバッテリー持ったらいいかというと、そうでもなくて、この間紹介した iWalk の充電器っていうのは 9000mAh で、あれすごく便利で、 Apple Watch 今つけてないけど、 Apple Watch も充電できたりとかして、まあ旅行く時とか持ってたらめっちゃ便利だろうなと思ったんですけど、でも日常使いだとちょっと重いと思ってるんですよね。1万 mAh とか結構主流ですけど、めちゃくちゃ重いと思ってるんです。だいぶ小さくて軽いのも出てるけれども、それでもやっぱり電池の容量と重さっていうのは比例しちゃうので、僕は嫌だなと。せっかく iPhone 12 mini こんなに小さくて軽くて薄いのに、気軽じゃない風にするようなモバイルバッテリーを持ちたくないんですね。なので、僕はこう Amazon でね、いろいろ、まあ、5000mAh ぐらいの容量で、薄型もしくは軽量もしくは小さいみたいな、そんなキーワードに引っかかるものを Amazon でいろいろと探してました。で、見つけたのが、TNTOR、 なんて読むんだろう、 TINTOR って読むのかなっていうブランドのこちらのモバイルバッテリー、ガジャンと、こちらを購入しました。最近で、すでにね、持ち物動画の方でも紹介したんだけど、なんといっても特徴はこの薄さなんですよね。めちゃくちゃ薄いんですよ、この充電器ね。ただし、ちょっと無名というか、僕は聞いたことがないブランドだったので、大丈夫かなっていうところも含めて、まあ、どんな感じだったか僕の感想をお届けしたいと思います。まずスペックから簡単におさらいしていこうと思います。まず 5000mAh の電池容量があるので、 iPhone 12 mini だったら、まあ、1回以上は余裕で充電できるはずです。で、薄さはこちら 6mm になっています。で、縦123mm の横 66mm、 重さが 116g というサイズ感です。まあ、実際手に持ってみるとめちゃくちゃ薄くて、 iPhone よりさらに一回り薄い感じの、非常に薄型のモバイルバッテリーになっています。はい。で、まあ僕いつもね、このポーチをガジェットポーチとして持ち歩いてるんですけれども、ここにも入れても全然気にならないというか、すごく薄型で取り出しやすいし、かさばりません。で、一方でスペック的に言うと、急速充電の規格には対応していないというところで、この点がデメリットです。まあ、ただしその他のメリットが大きいので、まあ、このデメリットの部分どういうふうに捉えるかっていうのが、一つ人によってはこだわりになってくるんじゃないかなと思います。で、こちらの充電器、実際僕1週間使ってみました。で、まあ、やっぱり使ってみるとすごく薄さっていうのが気持ちが良くて、さっき見せたようにガジェットポーチに入っても全然かさばらなくてパンパンにならないっていうところが素敵でした。まあ、個人的には、まあ、やっぱ充電速度は速ければ速いほど嬉しいとは思ってるんですよね。なんかこう外で充電しながら使う時って、やっぱりここに重ねて持つので結構
なんか邪魔くさいじゃないですか。で、まあ特にこう最近マグセーフ対応充電器とか出てるけど、あれもなんか結局その分厚くなって、でこう持ってるわけでしょ。でもマグセーフだから一応ずれるじゃないですか。でそれをこうずっと持ってるのなんか気持ち悪いじゃないですか。だったらとっとと充電を終わらせて裸で持ちたいので、なんかそういうこう重ねて持つってところにちょっとうざさというかを感じるんですよね。僕はちょっと嫌なんです。なんだけど、まあこれで言うと、あの一応薄いので、まあ、こういうふうに重ねて持っても、まあ、持てないことはないというふうには思いました。で、まあ、肝心の、まあ、一つのファクトであるこの 5000mAh っていう電池容量がどうかというと、 iPhone の電池が残り 30% になったくらいで充電し始めて1回 100% にしました。でしばらく iPhone をテザリングに使って電池が 70% ぐらいになった時に、もう1回 100% までこの子を使って充電しました。でその時にこの子のモバイルバッテリーのね、こう充電残量をここサイドを押すとライトがついて確認できるんですけど、これを確認したところ、まだ 25% ぐらいは残ってました。なので、まあ、1日使ったらきちんと充電するっていうそのサイクルを習慣化ができるのであれば、1日なんかちょっとアクティブにテザリングとかもしながら、例えば週末に外出して買い物行って、で買い物先で、まあ、カフェ行って2時間ぐらい作業して、でテザリングしてて、その時に電池なくなった iPhone 12 mini に充電して、またその後買い物とかして、まあ、帰り飲み会まで行って、アフターコロナの話だけどでそこでまた電池なくなって、まあ、50% ぐらいになった時にまたこの子で充電して、まあ、この子カラカラになってもこっちまた 100% に近くなるみたいな、そんな使い方の想定ができるので、こうロングデイ、1日長い日だとしても結構この子でこと足りたりするんじゃないかなというふうに使ってみて思いました。なので今のところこれでいい感じなので、通常の日常生活ではこのモバイルバッテリー、そして、旅行用の時にはこの間紹介した iWalk、この2本立てで、まあ、運用していこうかなとは思ってます。まあなんですけれども、まあ、もうちょっとねいくつか気になるモバイルバッテリーもあって、そのうちの一つが、チーロのなんか細い5000mAh のバッテリーもあるんですよね。でそれが結構急速充電できて良さげなので、それもちょっと試してみようかなと思ったりしています。まあどっちにしてもちょっとこのモバイルバッテリー、 iPhone 12 mini と合うモバイルバッテリーっていうところで、まあ、みんながこう興味持ってくれるかなっていうところも結構キーなので、まあよかったら興味ある人いたらコメント残してもらったり、ライクしてもらったり、シェアしてもらったりするとね、他の人にも届いて、でそれが視聴回数になって、僕にフィードバックとして定量的に現れてくるので、まあ、また次 のステップに進みやすいかなと思いますので、まあ、よかったら何らかのリアクションでね示してもらえると嬉しいと思います。なんか今後もねこういった iPhone と一緒に使うものとか、 Mac と一緒に使うものとか、アップル製品のもの、ガジェット、もろもろご紹介して、そういったもろもろのこうガジェットで自分の生産性がいかに上がるか、プロダクティビティの向上にいかに寄与するか、そういったことを突き詰めていく1年にしていきたいと思いますので、まあ、よかったらこのチャンネル登録していただいて、今後の動向もチェックしていただければなと思ったりします。今日はね、ちなみになんでこんな場所でいつもと違う感じで撮影してるかというと、最後にもう余談だけど、こうなってるんですよ。これね、僕のデスク今改造中です。はい、これねごっちゃごちゃなんだけど、で天板をねダークウォルナット色に、ね、塗って、今それが乾くのを待っているという状況なので、まあ、いつもと違う感じでお届けしてるんですけれども、これやっぱデスク環境も機能性もそうだし、その見た目の良さ、視覚的な良さ、テンションが上がるっていう部分、まあそこら辺も含めてね、まあ、そこもプロアクティビティにすごく寄与してくると思うので、まあそういったところの改善っていうのをね、また完成したら見てもらおうと思うので、よかったら、チャンネル登録して、今後の動画をお待ちください。そんな感じで本日は、ちょっとイレギュラーな形でなんか寂しい背景でやりましたけれども、以上になります。本日の動画もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。